どうも、ベラです。さあ、それではガチオコバトルですね。マヒマヒリゾート&スパのステージでやっていきたいと思いますが、よろしくお願いします。ということで、さあ、それでは相手の編成は、プライムシューターコラボ、ハイドラントカスタム、スプラシューターコラボ、スパッタリーか。ということで、これね、ハイドラントきついですね。射程長い武器が非常に強い。開けたステージで、リッターとかハイドラントみたいな、安全なとこから射程を押し付けて取ったらええわーみたいな感じの武器は本当にね使いやすいステージやから、詰めてくるとこやっていきたいな。いやー、そんながシート絶妙な位置やな。方向しっかり止めていこう。ハイドラント、相手の編成的に言ったハイドラントと、あと射程は短いけどスパッタリーも結構厄介。キル速速くて前にガンガンいけてエナジースタンドで詰めてこれる味方強化できるから、だからまあ相手の編成的に言えばハイドラントスパッタリーあたりを倒せるとこっちアカウントが進みやすいと。そのあたりだから狙っていきたいんやけども、まあこっちの編成的にはね塗りがちょっと弱い、塗りが弱いんやけど、塗りがいければいいんやけど、塗りが弱いとねローラーとかも動きづらいやろうから、キルをね頑張ってウーターショットとかでやっていきたいが、相手プライムシューターコラボ、射程が長い武器で濡れる武器で乗っといて場面整えたらみたいな。しかもビーコンがめんどくさい、手前かビーコンあったし、いやーキル速速いな。このビーコンエナジースタンドって本当に強いから、そこに超射程を押し付けてくるっていう。いや、隅長シート刺さるやろな、ここのステージ。ここをね、今行ったとこ基本的に上がっていかないといけないから、そこにシールド置かれたりとか、スプラッシュボム転がされたりとか、隅長シートされると、ね、非常に強いから、ハイドラント倒さないと始まらないよね、これ。いやー、メインが弱いから倒せないな。相手メインが強いから、ああいうね、理不尽武器は、横からとか潜伏からとか行かないといけないんやけど、復活も早いし、復活ペナルティもあって。よし、2人倒したから。どうだ？ナイスナイス。いいぞ。さあ、こっちの攻めの単位キルが、こっちちょっと手前も来てるな。やけど、もうこれね、ほんまハイドラントとか倒さないと、話にならないから、相手の編成的に。よし、ちょっと攻めの状況入ったかな。よし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 。これちょっと溜まってほしいな。ナイスカウントリード。あとこの強固地押さえていきたい。よしよし、いいぞいいぞいいぞ。よし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 。さあさあ、これで、いや、スパッタリー厄介な厄介で、アイドラント倒したらこのスパッタリーが復活ペナルティーは珍しいけど、エナジースタンド飲んだらね実質のリスクやから、ハイリスクハイリターン、うまいことやってきてるってことで、これ倒して、よし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 、いいぞいいぞいいぞ。こっち入り込めればいい感じになる。積み流しとそれ当たっちゃうのか。結構当たり判定広いな。よし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 、1までいった。このねカウント進めるのマジで大事やから、前線武器とかね持ってたとしてもいいタイミングの時は積極的にね関与しましょうということで、結局カウントが進んでる方の勝ちやから、よしよしよし。いやー、いい感じになった。いいね。ペース、そう、相手厄介な長射程とかは、詰めれば、詰めることができれば、いい展開になるから。よし、まあまあ、キル持っていけたから。いや、ほんと1までよう持ってった。1まで持ってったってことは、相手はノックアウトしないといけないから。ただ、ここのステージはマジでゴリ押し去るとノックアウトあっという間やから、入らせてしまう。それは注意。マジで射程が長いな、強いな、ビーコン。ビーコンと。ビーコンエナジースタンドと長射程とこのステージ、ルールが噛み合ってるから、右側難しいよね。右側からも行けたらいいんやけど。よし、中央塗り取れてないっす。いや、でも盤面取れてるから、最高だぞ。ホコショット打ってる方が強そう。ホコショット打ったら塗れるし、キル取れるから。よし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 。いや、でもよく崩した。よく崩して1まで行って。あ、めちゃくちゃナイス。もしかしたらノックアウトいける？もしかしたら。よし、インクレールも取って。
よしよし。さあこうなってくると、いやーこれ潜伏しといてよかったか。スパッタリー厄介やな。潜伏しといて相手矛持った時を倒したらよかったかな。なんせこの武器目立つから。あーナイス。さあそれではガチオコバトルですね。まあ、ひましリゾート&スパのステージでやっていきたいと思います。ということで、まあこのゲームね、メモリープレイヤーっていう神機能があるか、あれね見返すの大事ですね。味方のやられたとかナイスとかね、押してんのとか、まあいろいろね気づくこととかポイントとかあるから、そういうの改善してったら本当に上手くなるから。ということで、相手の編成、パブロヒュー、オーバーフロッシャー、スプラシューターコラボか。まあ、そんなに気持ち悪い武器はないと。ね、さっきのハイドラントとかみたいな、リッターもいないし。ただ、相手の編成的に言えば、パブロとかが侵入してきやすいのと、オーバーフロッシャー垂れ流し注意、結構当たるのと盤面が整う。そして、マニューバーとか思いっきり前に行ける武器やから、って感じか。いやー、けれども、今回こっちはエナジースタンダーってイグザミナーいて、若葉シューター、ルール関与とかも強い。そして5、2ガロンやから、編成的にはいいですよね、めっちゃ。いい、いい。相手は、エナジースタンダーないもんね。ないから。よしよし、こう行くぞ。割って、ウタちょっともうちょっと溜まるから、溜まったら絶対撃っていきたい。行くぞ。いい場所に。よしよしよし、いるの分かってるから。いや、ナイス、方向運び。H までナイス。あと、ほんのもうちょっと。いや、惜しい。あー、ナイスです。いいぞ、いいぞ。初動でこれはもう最高。あー、めちゃくちゃナイス。さあそれではガチオコバトルですね。まあひまひリゾート&スパのステージでやっていきたいと思いますが、よろしくお願いします。ということで、さあさあさあ、それでは相手の編成はザップ、デコイチらしいザップか。まあでもここのステージ結構侵入しづらいからいいのかもしれないな。デコイチらし個人的にはちょっと評価上がってるから。で、ノーチラス、ウルトラ着地の方ね、キューバーボム、スプラッシューターコラボ必戦ということで、まあ、まずは相打ちか。ナイス、よく止めました。そうか、まあ、だったら、まあ、相手の編成的には、まあ、必戦とか詰めてこれるよね。詰めてこれて、スプラッシューターコラボ、ノーチラスの前に行けるから、特に倒したいのは、必戦のチラスあたりか。ザップもでも盤面整えたりとかできるから、油断はできない。ナイスカウントリード。盤面取られるとね、動きやすくなるから、そこに必戦、スプラッシュとコラボとか詰められると、うわー、ワイパータなっちゃった。必戦が来た。必戦一番倒したいね、相手の編成的には。ちょっと盤面と整えてしまうときつくなるから、必須はねゴリ押しできるから、本当にメイン強いから倒す。いやー倒せない。いやーナイスナイス。ちょっとこっちメインが弱いから。いやけど味方ナイス。こっちが削った敵をねしっかりと、これ手前張らせてね、本当に厄介やから、マジでやったもん勝ちやから。さあ行くぞ。ここショット打ってる方がいいな。ここショット打ったら、あーポイズンミスト強いよこれ。一戦強いからな。ここショット打ったら盤面整うしね、キルも取れるから、マジで必戦手間入らしちゃダメ。必戦一番優先。一戦強いわ。よし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 。塗りがきついな。相手塗れる武器とデコイチラシやから。いやー無理か、倒せないか。あいうちぐらい持ってきたかったけど、まあこっちの編成的に言ったらね、ブラスターとローラーが一緒になると結構塗りがきついから、ブラスターローラーは塗りがいいと戦いやすいけど、
そんなに良くないと戦いづらいから、そこがちょっとね。ただ詰めることができたり塗りがいいと、やっぱキルも優れてるから頑張っていきたい。これ倒していきたいな。よし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 、2人持っていく。これカウント進めるかな。よしよし。さあ問題ここから、ここ逆にこっちも入り込めればいい感じだから。いや、ほこえらしてく、落としてくんの偉いな。それマジでポイズンミストめんどくさい。こっちただで天空管理難しいから、めっちゃ狙ってくるな。えぐ、これウルトラショットの間に関門突破です。いいね、マジでポイズンミスト厄介やな。これ一戦一番倒さないとな、カウント進みづらいな。ほんでジェットパック、いやー、ナイスです。しっかり止めて、一戦が厄介だな。そして塗り状況整っていくのと、味方前行ってくれてるから、ちょっとねライン上げて、ここ頑張って運んでいきたいところ。いや、せっかく盤面整ったところにまたデコイチらしか、そしてロボットボムを紛らし、紛らボムこうね混ぜてくるっていう。よしよしよし、倒した。まあそんなに差あるわけじゃないから、次どう散らすか。メイン撃強の倒せたらいいけどな。いやー、倒せないか。いやー、どう散らす、マジでどう散らすと必戦あたり倒さないときついから。メイン撃強単射程ベタ武器やから、いや惜しいな。案外近距離当たらないからな、ウタシャット。さあ相手矛めんどくさいところに持っていこうとしておる。しかし阻止して、よし、倒した倒した倒した。今大チャンス、あとほんのもうちょっとやから、カウントリードさえできれば残り時間少ないから、こっからが硬いんだよね。矛しっかり割って、さあ行くぞ。いや、ちょっと足元ってくんの。いや、よしよしよし。いや、惜しい。いや、それ倒れないか。こっから硬いな。いやー、あとほんともうちょっと。いやー、めちゃくちゃナイス。あ、そっちから運んだ、ナイス。いや、よく運びましたね。いや、めちゃくちゃ偉い。あんだけガード硬い中、めちゃくちゃナイス。あとは頑張って抑えよう。抑える。はい、ナイス。いや、よく運びましたね、あれほんと。それでは最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価、 SNS フォローよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。いや、あれ本当ね、味方よく運びました。めちゃくちゃうまい、ナイスでした。